で、歌わせていただいた曲なんですけども、ポルノグラフィティの影帽子っていう曲なんですけども、多分あんまり有名じゃないと思うんですけども、10年以上前に NHK のドラマの主題歌だったんです。で、まあこの曲をそのドラマのために作ったらしいんですけども、その時の、まあ、そのコンセプトというかっていうのと、あと今日僕がここで歌おうと思ったコンセプトがなんか同じっぽかったんで、ちょっとこの曲を歌おうと思いました。で、コンセプトすなわち、どんな世代にも聴いてもらえる曲。はい、いいですか。はい、お願いします。
こう扉開いて待ってる夢はもうすぐそこだよ。